はいどうもボブチャンネルです。はい、今日もお酒飲んでみたシリーズやっていこうかと思います。インロー場でございます。はい、本日いただくのは、キリンから出ております氷結ストロークグレープフルーツでございます。やはりこの辺の、ストロング 9% のシリーズは、手を出さなければいけないというのがそろそろもう本格的になってまいりました。そうですね、やっぱり、ね、店を見てもやっぱりストロングはやっぱり全面的に押し出されてるみたいなこの凶悪性がありますからね。はい、こちらの氷結ストロンググレープフルーツはですねアルコール 9% 果汁が 3.7% となっております。はい、私の大好きなあの氷結はあの缶が好きなだけであって、中身がどうこうというのはまた別な話でありますので、こちらの方も、また飲んでみていろいろ言っていきたいかと思うんですけども、そうですね、イメージ的にはいいんじゃないですかね。あのキリンザストロングよりは氷結の方がいいと思います。それではワンハンドでいただこうかと。飽きません、早く飽きました、早かったですね今日は。はい、それではいただきます。これあれですね、あのきちんとしたストロング系っていうんですかね、あの味がしっかりしているストロング系はちゃんと美味しいんだと思います。で、あの一口目はやっぱりグレープフルーツの味だけ感じてるんですけども、二口目今言ったらグレープフルーツの味の後からかなり強いアルコールを感じるという、はい、あの遅効性があるっていうんですかね。あのこれはやっぱりあの口当たりが先に美味しいっていうのは飲みやすさの証拠ですね。で3杯目からも、3杯目というか3口目からはやっぱりアルコールが主張を始めるという、はい、だから後からだんだん効いてくる、あの何本か飲むと頭がやられるというのはなんとなく分かるような気がします。はい、やっぱりストロングはやばいですね。これ4口目でなくなりそうですね、もう。あんまりごくごくいっちゃいけないはずなんですけども、ごくごくいけるというのはやばいですね。もう空です。はい。やっぱりストロングは、やばいですね。飲めるけどやばい。以上です。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、低評価。コメントなどよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。